こんにちは、兄です。今日は装着変身キューブリックの残りの4箱を開けていきたいと思います。今まで開けて出てきたのはここの4体です。一応全部ノーマルですね。それでは早速行きましょう。はい、1つ目。一応ノーマルで出てないのは、あとは響さんだけですね。せーの、はい。おお、これシークレットじゃない？だってこれ響さんだけど赤いってことは響くれないってこと？あ、なんかやったんじゃないこれ。かっこいい。これ外したら響さん。あ、響さんの顔があった。すげえ。あ、これ3つに分かれてる。とりあえずちょっと、アーマー着てもらおうかな。よしと。はい、髪の毛。うわ、なんかいっぱい細かいの出てきた。お！これは、はい、音劇庫。すごい。ちっちゃいけど音差も入ってますね。これ何？閉じた時の音差？あと、ディスク。はい、できました。響くれないです。音劇庫はね、かっこいいんですよ。でね、頭のここの、先端部分がね、クリアパーツでできていて、かっこいい。で、横にディスクですね。で、こっち側に音差がついていて、この、開いてる音差は、もしかしたら手に持たせるのかな？でも手に持つにはちょっと入んないんだよな。で、ポッチがついてるので、ここと、まあこれ外して、こういうことなのかな？こんな感じかな？でも、音差が開いた状態でここについてるのは変な感じだから、これはまあちょっと使うことなさそうですよね。もうこれが、この形が一番しっくりきますね。シークレットが響きくれないっていうのは、すごいナイスセンスですね。やった。それでは二つ目いきます。ノーマル響さんです。ノーマルもかっこいいですよ、これ。で、あ、もう付属パーツは全部一緒ですね。音劇庫と、あと、この辺の音差関係とディスクと、っていう感じですね。はい。顔も一緒じゃないかな。はい。響さん完成です。響くれないと比べると、こんな感じですね。いやー、かっこいいですね。こうもういい加減ね、フィギュアーツもね、響きシリーズ出した方がいいですよ。よし。じゃあもう残りね、これでもう全部揃ったんで、二つはきっとダブリでしょうね。何がダブルかってとこでしょうね。ちゃっちゃっと開けていきましょう。二号ですね。はい、じゃあ最後の1個。最後の1個なんだろう。よいしょ。1号です。はい、1箱開封してですね、旧1号、2号が2体ずつ。響さんとシークレットの響きくれない。で、あと、残機さんと雲男。こんな感じでした。唯一の不満点はパーツポロリですね。それさえなければ、僕の中ではかなり面白い。おもちゃかなっていう感じです。ちょっとね、古いものなのでなかなか売ってないと思うんですけど、でも Amazon とかね見ればまだ箱で売ったりしてるので、もし興味のある方はね、買ってみたらどうでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。やりました、シークレット。